はい、皆さんこんにちは。チラシカダライブコンプソグナトゥスストライク金田イベントをやっていきたいと思います。厄介ですよ。このね、群れ恐竜3体、コンプソ3体出てきますんで、これはね、厄介です。しかもこのコンプソのレアの方は、先制攻撃を毎回打てるので、群れ恐竜で先制、さらに回避も持っているので、本当に厄介です。そして真ん中のコンプソグナトゥスなんですが、これはですね、群れではあるんですが、これの方がむしろね、楽なぐらいなんです。で、今度3番目のこれ。これにちょっと気をつけていただきたいのは、スピードが137で、これブース入ってんですよね。ということで、ちょっと早いので、この点を気をつけなきゃいけないですね。ということで、牽制持ちだったりもします。ということで、137があるので、137より早いのを出していくっていうのが、まず定石でしょうということで、このソロドロね、超早いんで、143なんで、これであれば、グループ攻撃が1回おきに打てる上に、1回打って、グループじゃないときには先制打っていくことができるんですね。で、これスタンかかるのかな？スタン耐性は、レアはないですね。これもないですね。で、3番目もスタン耐性、これだけ50ですね。スタンがかかればラッキーなのは一番右のだけですけど、効果あると思います。そしてこれですね、リロラケールスなんですが、これ134で最後の分だけ少し勝てないんですが、カウンターでスピード上げることもできるし、回復でスピード上げることもできるので、そういう意味ではこれでもね、いけるのかなって気がしていますね。はい、ということでリロラケールスですね。で、3つ目なんですが、アルデンテスマキシマ、これね、意外にグループ強靭打撃が毎回打てるんですよ。で、向こうは回避打ってくる可能性もあるので、これでですね、7200の体力を削っていくっていう方法もあるのかなって気がしていますね。はい、そして4番目なんですけど、グループ回復打撃は、もうね、モータムしかないのかなって気がして、モータムの先制でグループを打っていくっていうのもあるし、パラサウトで、打っていくっていう方法もあるんですが、この辺はモータム出していけばいいのかなって気はしていますね。はい、ということで、このメンツでですね、ちょっとやっていきたいなと思っているんですけど、はい、ではですね、早速なんですが、ちょっとバトルに行ってみましょうかね。はい、こちらをやっていきましょうということです。さあ、ではですね、ちょっと待ってくださいね。動かなきゃいけないかもしれないんで、ちょっとだけ動きます。はい、動いてですね、始めたいと思っているんですけど、さあ、動いているときはできないんでね、ちょっと待ちくださいね。緊急でちょっとですね、どいてくださいって感じになったので、はい、じゃあ今止まりました。はい、またやりましょう。さあ、まずね、ここはソロドロから攻めていくっていうことで、問題はないと思うんですが、さあ、ディロラがいるからね、回復持ちなんでね、その点もかなり頼もしいですね。さあ、コンプソが来ましたね。はい、これ上回ってるのは大きいです。これ体力上回ってなければね、スピード上回ってなければ結構きついですね。しかも、はい、ここまで削れれば OK でしょう。で、こいつは、はい、スタン耐性を持っているんですが、これ1回で倒せないので、もう2倍使っちゃいます。はい、無理やりね、押し込みました。さあ、こいつはレアだっけ。レアはですね、先制を1337打ってくる可能性があるんだけど、戦場を持っているので、はい、ギリ耐えますね。はい、これで削っていって、倒せましたね。これ大きいな。ここまで来るとかなり楽です。さあ、ここはね、もう向こうは先制持っていないんで、スターもかからないので、とにかく削っていくしかないんです。これ一緒なんで、もうね、とにかくここは、はい、スタンかからないので、スタン耐性ない感じですよね。ここはやられておいて、はい、次にかけたいと思いますね。で、ここね、ヒロラを出しておけば、もう全く問題ないと思うんですね。で、向こうが先制打ってくる可能性もあるんですけども、構わずです。構わず、グループ攻撃を毎回打っていくっていうので、問題ないと思います。しかも回避打ってくれたんで、これはラッキーですね。はい、ここで削っていけば問題ないと思います。はい、もうね、ここはね、我慢強くですね、もうグループ攻撃を打ち続けます。はい、ということでですね、勝つことができましたね。今回は
結構ね、あのスピードが勝っていなかったりしないと結構厳しいかもしれませんが、皆さんも頑張ってやってみてください。では次回またお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。